皆さんこんにちは。現代のもののけ姫ことまこです。今日は私が車椅子生活になって YouTube で配信するようになったり、講演活動をさせていただくようになったり、いろんな活動をさせていただくようになって思うことをちょっとお話ししていこうと思います。私渋谷まこの頭の中を素直にお話ししていこうと思いますので、私がお話しする中にやっぱ賛否とかいろんな意見があると思いますが、全て受け止める覚悟でお話ししていこうかなというふうに思います。車椅子になる前より今の1年っていうのは新しく出会う方がたくさんいます。で、その中でやっぱり言われるのが、どうしてそんなに前向きなんですか、小さい頃からそういう性格なんですかとか、親の教育、どんな教育を受けてきたんですかということを多く言われます。で、親の教えというか教育という部分に関しては、私の記憶からすると特に何も言われてきてないな、なんかこれだっていうなんか大切な言葉があるとかそういうのはありません。実際お父さんとかお母さんとか忙しくて、基本的にはおばあちゃんとお兄ちゃんと過ごす時間が多かったような記憶です。で、親にも聞いてみて、なんかこう特別な教えというかこだわりみたいななんかあったっていうと、別にみたいな特に何もしてないよっていうことを言われます。なので私が教育したこともないですし、親でもないので、こういうことを言うことはもしかしたら違うかもしれませんが、なんか親の教育で、その子の大人になってからの性格が決まる、それが全てではないんじゃないかなというふうに思ってます。だからこそ大人になってからでも自分の考え方とか性格とかっていうのは私は変えられるものだと思います。じゃあ私が小さい頃から前向きだったのかっていうお話になりますが、やっぱり思春期の頃は闇期みたいな、やむのがかっこいいって、思う時期っていうのはたくさんありました。だから根性焼きしてみたり、リストカットみたいなことをしてみたり、あと真っ暗闇の中で雨に打たれて行方不明みたいな状態になったりして、心配されることで自分のその存在っていうのを肯定してた時期っていうのもやっぱりありました。じゃあそういう思春期の時期とかそういう闇期とかを乗り越えるってなった時に何があったんだ、何か大きな出来事があったのかって言われたら、別にそういうことも特にはなくて、でも年齢を重ねていくごとに、環境の変化っていうのは自然に起こったりするし、あとはテレビとかネットの影響っていうのはありますね。で、高卒で、地元の工場に就職して、別に特に何かやりたかったわけでもなく、無難に就職できるところに就職したので、普通に毎日毎日、与えられた仕事というか、普通に仕事をこなしている中で、やっぱりふと楽しくないなって思うようになりました。私こう SNS とか見てると、知らない人とかがね、なんかいろんなところに旅行に行ったり、好きなものをこういいような高価なものとか例えば買ってみたりとか、美味しそうなものたくさん食べてみてたりとか、なんかそういうのを見てやっぱ羨ましいなって思って、なんで、大体同じ年齢の人っぽいのになんで自分はこうなんだろう、この人とは違うんだろうとか、まだその時は当時二十歳だったりすると、まだ二十歳なのにこんなにいやいや毎日毎日仕事をしていいんかなっていうことを考えたりっていうのがありました。でもじゃあ仕事を辞めるかってなった時に、なんか3年呪縛というか、なんか3年経ってないと辞めちゃダメみたいな、なんか次の仕事に対して、悪いイメージがつくみたいなイメージだったので、辞めれないんじゃないかなとか、そんなことを考えてる間に、でも私の人生の時間っていうのはどん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 削られていくんだな、削られてってるよなっていうのも思ったんです。
で、まあ、辞める決心をして、まだ伝える前から、まあ、居酒屋さんで内緒で仕事終わってからアルバイトしたりして、まあ、ニートになる準備を始めたりで、やっぱり辞めるって伝えるのにすごくドキドキしたし、何言われるんだろうとか思いましたけど、でもじゃあここの会社にいて、私はここの会社に対して自分の人生の半分の時間、一日の半分の時間を取られて、私にとって何がプラスになるかな、お給料もらえる、でも満足いくお給料じゃないし、これだけ仕事してるのにこれだけの分のお給料でいいのかなとか、プラスがないなってやっぱり思って辞めますっていうことを伝えました。だからそういう一歩半歩をやっていったことで、私の心の変化っていうのが今の自分を作っていると思います。本当にだから一気にガンって変わったんじゃなくて、ちょっとずつちょっとずつの変化が今の私につながっているんじゃないかなと思っています。まあ、環境を変えることってめちゃくちゃ怖いことですけど、でも自分を第一に考えた時に、最善の行動っていうのは何なのか、そっちを優先することで自分が笑顔になれる、最善の策を取ることで、自分が笑顔になれるんだなというふうに私は思います。だからこそというのはあれですが、やれないできないを自分で勝手に決めつけてませんか？排泄障害があってトイレが怖くて漏らすのが怖くて、外出ができないっていう気持ちはすごくわかります。でもその問題を解決しようっていうことで、いろいろな商品製品が出てるのも事実です。私は尿の問題はカテーテルをつないで、それをバッグにつないでしまえば漏れることもないし、トイレを無理に探すこともないので、それで解決します。ただやっぱり便の方はどうしても漏れてしまう、だから飲み会の時に不安であんまりお酒飲めなかったり、好きなものが食べれなかったりしてましたが、アナルプラグと出会って、もう何の心配もいらなくて、今まで通り昔通りにお酒を楽しんだりご飯を楽しむことができるようになりました。もう本当そのアナルプラグさんっていうか、便の心配をしないだけで、本当にその心のゾワゾワっていうのがなくなって、心本当になんかこう楽しいというか、なんか何の不安もないって、こんなにストレスないんだなっていうのを実感しました。だから障害、排泄障害はあるけど管理ができるのであれば、別にそれって障害とは言わないのかなっていうか、まあ別に障害じゃないし困ることないな、もう普通じゃん、普通に普通じゃんって、思いました。まあ、体に合わない人、その製品がね、もういるので、全てではないですが、こういったものを活用したことも、例えば探したこともないのに、できない、やれないって言ってるのは違うんじゃないかなと思います。まあ、今の現状に満足してる人に対して、もっと外に出ようよ、もっといろんなことできるでしょうっていうのは私は言いません。ただ日々生活の中で、あれが嫌だ、これができない、なんで自分ばっかりと言っている人がもし見ているのであれば、本当に変わらない環境を作っているのはあなた自身じゃないんですかって言いたいです。人のせいでも体のせいでも環境のせいでもなくて、自分自身が変わろう、変えてみようっていう努力を本当にしてますかっていうのを伝えたいです。まあ、そんなに人はだから一気に変われるものじゃないし、抱えてる悩みって人それぞれだから大きいとか小さいとか比べるものでもないけど、でもあなたが思ってるよりというか、自分が思ってるよりその悩みって解決できないものではないっていうこともたくさんあります。だから一気に変えるんじゃなくて、半歩一歩、今日ちょっと外に出てみようとか、なんか
いつもと本当に違うことを少しだけ、あ、自分これ頑張ってやってみたなっていうことを少しずつ少しずつ積み重ねていくことで、自分に対しての自信ってつくんじゃないかなと思います。私もまだまだ悩む時期っていうのはたくさんあります。苦しむ瞬間っていうのもたくさんあります。なんかふとほろりみたいな感じで、なんか勝手に涙出てくる時もまだまだあります。でもこの YouTube であったり、自分がしたいこと、これからしていきたいことの先に、もっともっと今の環境より自分が笑顔でいられる環境が待っているなら、少し今しんどくても頑張ろうかなっていう気持ちになってます。やっぱ誰かを笑顔にするためには、まず自分が笑顔でいること、心に余裕があることっていうのは大切だと思いますし、そうじゃない限りはやっぱり、続かないしできないんじゃないかなと思います。今は与えてもらってるばかりの人間ですが、もっともっと今後は誰かに何かを与えられるような人間になりたいと思ってますし、こういうふうに私がただ一普通の車椅子の女の子、別に車椅子の女の子では普通の、この配信で30歳になりましたが、30歳の女の子の一つの生き方を何か自分の生活の中で、気づきになるものがあってくれたらいいなって思いますので、今後も少しずつ思ったことをお話ししていけたらなと思いますし、本がね、発売されて約1年が経ちました。今でも講演会が終わって、こう販売ブースに行くと、たくさんの方々が講演を聞いたとね、購入していただいたりします。だから、その私がなぜ、この今の渋谷真子があるのかっていうことが、もっともっと深く、小さい頃からの、小学校の頃からの話とか、中学校の話とか、なかなか本当に結構赤裸々に書いてますので、ぜひ皆さん、今日の話が良かったなと思ったら買ってください。 Amazon とかで買えますということで、はい、こんな感じで今思ってる渋谷真子の頭の中をお話しさせていただきました。では、この動画が良かったなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。